はい、フナパンです。引き続き、のび太の牧場物語遊んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。で今日は1年目の夏の27日目になってます。で、明日、作物コンテンツですね。はい。あ、間違った。あ、で、今日はあれかな？このデメニギスがいくらで売れたかを見に行きたいですね。昨日売ったんですけど、どうでしょうか。で、奇跡的に今日釣り屋さんが開いてるのであれば、あの高級巻き餌を買ってあれですね。地底湖のために、買いたいなと思っています。あとあれか、今日は、増築できるあそこの、あれ？誰だっけな？あ、そうか、ペンターさん。ペンターさんのお店がやってるので、違う。馬小屋の増築の依頼と、次何を作るかっていうのをちょっと決めたいですね。今これ餌あげられるのか。ああ、あげられないんだ。会話もできない。うん。もらったっけな。あ、シールじゃん。さて、今日は、何が、いいものくれるかな？話しかけて、ハート6までいってますからね、このイルカさん。アノマロカリス。タコだ。さて、ラブカが？あ、ブリだ。いい天気じゃのう。空も海も青いと気持ちがいいのう。そうじゃのう。
て、シーフィーさんをお話ししようぜ。日差しが強いと海も眩しいな。シーフィーさん。まず、あんま鹿いないな、まだ。呼吸巻き餌買って、あと、カジキですよ。お、ついに、4つ目のハートになりましたね。よかったよかった。で、これで毎日カジキ釣れればいいんですけどね。あ、これアジかな。あ、イワシだった。今日はちっちゃいな。よし。あ、キッさんか。眠いの。そうじゃの。荷物がいっぱいなの？話したっけ？話してるか。お店やってるかな。やってるやってる。よく来たな。動物小屋もう一個大きくはできないよな、さすがに。良い動物小屋超広いとかないよな、さすがに。次どうしようかな。サイロは全然いらないから、木材や石材をたくさん置ける場所になるかもしれない。どっちにしようかな。馬小屋は今回確定なんですけど、やっぱりこっちかな。うん、こっちにそこ。おお、これ、え、あ、これサイロか。サイロじゃない。違う。これだ。おお、いい。よし、またメモっておこう。ニワトリ。木が30、31、32。あ、硬いが多いんだな。で、銅鉱石が45の、鉄鉱石が41と。じゃあ、馬小屋をお願いしようかな。それじゃあ明日から馬小屋を作り始めると。でも僕馬を飼ってないんだよね。まあないと馬を飼えないし、何かのために作っておけ。うん、順番間違ったのかな。よしよし。なんか馬小屋がを作ったから馬が現れるってちょっと思ってるんですけどね。
って馬あったら走れるのかな。今日のび太森にいるっていうことは虫探しだろう。へいへい。ラーメンさんだ。まだ明るい時間帯だが森は迷いやすい。あ、急に優しい言葉をかけてくれたな。よしよし。で、次はパシャーン行って、あ、のび太さんどうしたの。クマさんとお話がしたいんです。ありがとう。動物のやつでも喜んでくれるんだな、みんな。有効度上げるんだったらそれでもいいのかな。よしよし。なんか見た目クッキーで美味しそうですね。あ、のび太じゃない、この暑いのにどうなくならないのかな。あら。いちごあげるつもりだったけど、ちょっと間違っちゃったな。あとは。12時からか。ちょっとピーナさんが、なんかお腹すいたお腹すいたってずっと言うから。あ、ドラえもんが青くなった。いや、のび太くん、今日は晴れて気持ちがいいね。何かしら、この作物をあげたら喜んでくれるかなと思って。あれ？デメニギス、安っ。170円か。あ、イベントだ。そういえばドラえもんセール呼び出しでは取り返せたかな。まあだと思うけど、まだなんだ。わ、あれ、のび太何してるの。そう覗いちゃうんだ。いや、ランジ、そろそろ電話を返してもらえたかなって心配になっちゃって。うん、ヤメさんは厳しい部分もあるからな。確かにちょっと心配だね。でも覗くより直接行った方がいいんじゃない。僕も一緒に行ってあげるよ。何かあったら僕が話してみるよ。しんみりしてる。どうしようどうしよう。えらいこっちゃえらいこっちゃ。どうしたのさ、そんなに慌てて。ヤーメンさんがとにかくこっちに来て。おい、火のせい、早く料理せんか。たく人使いが荒いな。水のせいはお風呂を入れたのか。今やるとこ。風のせい、全く風が来とらん。やってるわよ、もう。たくさんの精霊をこけ使ってるんだ。ちょっとやんねえさん。のび太たちに腕は返してあげてよ。これはもうわしのものじゃ。この腕はもともとの持ち主はこの種はないの。子供から奪ったものでこんなことして、そんなあんたはこうよ。あらららららららあらららららら、もう絶対入れてやんないんだから。風を自由に使えるな。おい、部屋に入れろ。お、戻ってきた。ふぅ。あららららら。
まあ、ありがとう、風のせい。私たちもあいつのやり方が嫌だったの。こういう時はお互い様よ。おいドラえもん、こいつら消す方法ないのか。消したら腕は返してくれる。返す返す。先に返してください。これで一件落着なんだな。あ、めっちゃ後ろで倒れとるやん。僕は何もしてないよ。よかったね。あ、ヤーメイさん。これが急にやんだら落ちた。あ、ヤーメイさんが泣いてる。大変だ。僕はヤーメイさんを病院に連れて行ってくるよ。気をつけて。やりすぎたかな。自己自得じゃない。うん。それじゃ、またね。またね。何かに使えるのかな。今さんに渡せば、あ、ドラえもん思ったままだ。返してもらいに行こうと。いるかな。こういう時は。これ前に言ってたもんあげるね。ドラえもんも食べるんだな。で、これの使い方がよくわからないな。あ、大丈夫ですか？怪しい奴め。こんにちは。考え事をご飯食べたの。ちょっとビーナさん用にちょっと一個ずつ買ってみようかな。何個？今日は、そうか、話したのか。なんと、もう渡したか。のび太くん、あ、精霊呼び出し中ではの使い方とか教えてくれな。スネ夫くんが今度こそリンゴを取りに森に行くって言うんだ。クマが出たら危ないだろう。だからまた出たら空気砲でのび太にやっつけてもらおうと思ってん。でも危ないのは確かで仕方がない。一緒に行こう。またクマが出ると危ないからさ、今度は3人一緒に行動しようよ。あ、クマさんも緑になってるな。それでたまたクマが出たぞ。どれも伸びたや、早くやっつけてよ。あ、めっちゃ気合入ってる。待て、どれも、あのクマ何か様子が変みたいだ。それによく見るとこの子まだ子供じゃないか。あ、なんだ、タイマーなら持ってないぞ。あっちへ行け。ウォン、何か渡そう。ハンカチは渡してくれるのか。
何か伝えたいみたい。本当はハンカチを返そうとしただけなのに、この間いきなり攻撃されたことじゃない？悪いことをしちゃったな。僕たちが悪者ってこと？悪かったよ。ごめんよ。そうだ、いいね。ごめんね。そうだ、モーリン、お前に分けてあげれば持ってたんかい。可愛いやつじゃないか。リンゴうまいか。お前なかなか味が分かるやつやな。やはは、調子いいですね、ほんとね。クマも喜んでみたいし、これでいいんじゃない。思ったより時間がかかっちゃったね。僕たちは持ちに戻らないとね、エッサーさんに怒られちゃう。寂しがってるのかな。ママのとこ帰らないと怒られちゃうぞ。まだ帰ってほしくなさそうだね。友達が欲しいんじゃないかな。気の毒なやつだな。だったら僕たちが友達になってあげるよ。また遊びに来てやるよ。だからお前のママのとこ帰りな。言葉がわかるんだよな。それじゃあ、そう、僕たちも遅くならないうちにわしの方に戻らないとね。はあ、今回こそ遠いところに移動させられちゃったな。久しぶりに歩いて戻るっていうこの感じ。よっと。よし、今日こそ。あ、入らない。今日こそ地底湖行って、いい魚を釣りたいですね。まあ今1時半だから全然頑張ればいけると思います。はい、では採掘していきます。はい、戻ってきました。今回は残念ながら地底湖まで行けなかったですね。8階で今回は終わりました。なんか、あれですね。その下に行くところの穴が、なんか生成ルールが変わったのかな？なんか探しにくくなっていて。もうパンももうほぼほぼ使っちゃいましたね。なかなか行けないな。まあ、いい感じに鉄とか銀とかも取れてる、来てるんで、他の、あれですね、素材、釣り竿とか、ジョウロとかも、いい感じに、グレートアップできそうですね。お、猫ちゃんがいる。よしよし。はい。では、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。
のび太くんおやすみなさい。